キートン山田。若い頃、昔の伝説エピソードがすごすぎる。キートン山田さんといえば、アニメちびまる子ちゃんのナレーターとして長年おなじみだった声優さんですよね。登場人物に対するツッコミは的確すぎて毎回思わず笑ってしまいます。後半へ続くのフレーズも安心感がありました。そんなキートン山田さんは2021年3月に惜しまれながらちびまる子ちゃんを卒業、同時に声優業を引退されました。ここでは山田さんの経歴や昔のエピソードを振り返っていきます。経歴。キートン山田さんの本名は山田俊二さん。1945年10月25日生まれで北海道のご出身です。高校卒業後に上京し、会社員をしながら夢だった役者を目指して劇団に入団します。両立が難しかったことから4年後に退職。1969年には創立されたばかりの声優事務所、青鬼プロダクションに所属します。現在声優といえば若い人の憧れの職業の一つですが、当時は声優という仕事がまだよく知られておらず、声だけで仕事になるというのがピンとこなかったそうです。1970年代にはアニメブームが起こり、銀河鉄道999、ルパン三世、鉄腕アトム、サイボーグ009など数多くの作品に出演。主要キャストでなくても確かな実績を残し多忙を極めました。印象的なのは一休さんの将軍様こと足利義満役で、あののほほほという高貴な身分にふさわしい笑い声は山田さんのオリジナルだったとか。しかし10年後にはブームは終焉、仕事が激減します。すでに家庭を持っていた山田さんは3人の子供を養うためアルバイトや内職で必死に働く日々となり、大きな挫折を味わいます。38歳で一念発起、名前を本名の山田俊二から喜劇役者のバスター・キートンにあやかってキートン山田に改名します。それからはナレーターの仕事を主にしていったそうですが、44歳で自身の最大の転機となるちびまる子ちゃんと運命的な出会いをしたということです。後半へ続く。昔の伝説エピソード。キートン山田さんはちびまる子ちゃんのナレーションを1990年の放送開始から31年にわたって務めました。もともと番宣だけの予定でしたが、原作者のさくらももこさんがその声と喋りに惚れ込み、ナレーションに決まったそうです。このアニメを初めて見た山田さんはとても長く続くとは思えなかったそうですが、予想に反して人気となり、主題歌も空前の大ヒット、社会現象となりました。ある日曜日の夕方に街を歩いていた山田さんは、どの家からもちびまる子ちゃんの主題歌が流れてくるのを聞き、震えが来たと語っています。ちびまる子ちゃんのナレーションのセリフは全て台本通り、一字一句間違えないように読むように言われていたそうです。登場人物に冷静にツッコミを入れるセリフは、さくらももこさんの指示通り、目立ちすぎず、引きすぎず、ナレーションに徹しました。アドリブ禁止の現場では、本来ありえないことですが、後半へ続くというのは、山田さんが思わずつぶやいた言葉だそうです。その自然体のつぶやきが面白いと周囲に受け、次回から台本に載るようになったということです。ちびまる子ちゃんには欠かせない存在だったキートン山田さんでしたが、声の仕事は年齢とともに体調管理が難しいことから75歳で卒業することを決めていたそうです。プライベートではなんと32歳年下の奥様がおられます。山田さんが講師を務めていた声優学校の生徒さんで、山田さんが61歳の時に結婚しました。前妻との3人の子供のうち末の娘さんと今の奥様は同い年だそうで、関係は良好とのことです。若い頃の画像集。30代でしょうか。とても若々しいですね。今と違い、アニメの声優さんが表に出ることはほとんどなかったため、珍しい写真です。キートン山田に改名し、決意も新たに頑張っていた30代後半の写真です。ちびまる子ちゃん開始間もない頃の収録風景です。真ん中はまる子役のたらこさん、右は
初代おじいちゃん役の富山圭さんです。再婚を発表した頃、60代の写真です。とても生き生きしていますね。声優活動の傍ら、自らの劇団を立ち上げたり、講演活動をするなど、精力的に活動していました。こちらは珍しいキャップ姿です。おしゃれですね。メガネもよく似合っていて素敵です。2014年、第8回声優アワード、功労賞を受賞しました。ちびまる子ちゃん以外にも、ナレーションを務めていた、ローカル路線バス乗り継ぎの旅、ポツンと一軒家も2021年3月までに降板しました。まとめ、キートン山田さんは、ちびまる子ちゃんのナレーションで人気を博しました。それまでは仕事があまりなく、大変な苦労もされています。挫折しても立ち上がり、試行錯誤しながら再び信じた道を歩きました。かっこつけたり見栄を張ったりせず、自然体で自分らしくいることが大切と語っています。引退した現在は、のんびりと過ごされていることと思います。健康に気をつけていただきたいですね。長い間、本当にお疲れ様でした。